皆さんこんにちは。私たちアイドルコピーダンスサークルコットンキャンディーです。もう一回いきます。皆さんこんにちは。私たちアイドルコピーダンスサークルコットンキャンディーです。お願いします。じゃあ今日のメンバーの自己紹介をしたいと思います。9期生オレンジ色担当リーダーのカロンです。お願いします。はい、10期生セルリアンブルー担当のハヌルです。よろしくお願いします。ハヌル。はい、10期生デニーピンク担当チノです。よろしくお願いします。チノ。はい、10期生ライトパープル担当ムギです。お願いします。はい、10期生ミルク色担当のまゆたんです。よろしくお願いします。はい、はい、10期生スモーキーブルー担当のふなです。よろしくお願いします。はい、10期生レモネード担当のまゆです。お願いします。はい、9期生赤色担当のめいちゃんです。お願いします。はい、9.5 期生パッションピーク担当テチです。お願いします。テチュパッション。はい、10期生アップルグリーン担当のやつばです。お願いします。はい、本日は以上の10名でお送りしたいと思います。それでは早速次の曲に行きましょう。準備お願いします。I'm sorry.
Thank you.
お送りした曲はミアリー・イコール・ジョイさんの笑ってフラジール、2曲目にお送りした曲は乃木坂46さんの17分間、3曲目にお送りした曲が26時のマスカレードさんのビーダッシュ、4曲目に披露した曲がアイリスさんのアルティメットマジック、5曲目に披露した曲がワースタさんの最上級パラドックス、6曲目に披露した曲が超ときめき宣伝部さんのギュッとでした。ありがとうございました。この MC では次のステージの告知をさせていただきます。5月28日日曜日に神戸市で開催されるフェニックスに私たちコットンキャンディーも出演させていただきます。11期ちゃんのお披露目も予定しておりますので、皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。そしてじゃあ私から最後のご挨拶をさせてください。1年生の春から2年間たくさんありがとうございました。私アイドルが大好きで育ってきたので、そのアイドルオタクとして得てきたことを使いながら、いろんな新しい景色を見れてとっても楽しい活動でした。これからもこんな場所が続いていくように願ってます。コットンキャンディーをこれからもよろしくお願いします。2年間ありがとうございました。皆さんからお花いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の曲、最後のブロックになります。
めいちゃんが選んだ2曲になるので、ぜひ皆さん最後の姿を目に焼き付けてください。Thank you.